はい、やっぱ無理ですね。じゃあ4やってみましょうか。はい、これはまあ一応チャージショットを使えるんですけど、4はね、まあ、こいつよりもね、鬼門はやっぱドリルマンですね。ドリルマンが一番鬼門だと思います。こいつも強いのは強いんですけど、こいつまだなんとかなるんですよね。たまにバカな時あるんですよ、パターンが。ちょっと今回やられましたけどね。一応半分以上減らせましたから。こいつはね、まだなんとかなるんですよね。ドリルマンが鬼門なんですよ、この4の場合は。ドリルマンと、何やったっけ、ダイブマンが鬼門だと思います、4は。そう、このパターンをね、上とかでやってくれたらバカなんですけどね。そう、当たらないもんなー、この時は。こいつはね、まあ、アドリブです。こいつもアドリブなんですけどね。攻略方法ないんですけど。あかん。ちょっと今回でもやられるな。こいつはね、何回かやってれば勝てるんですよ、そのうちね。まだ楽というか、マシなんですよ。今回負けましたけど。多分見てたら分かると思うんですけど、何回かやってれば勝てるぐらいのレベルです、こいつは。どうしようもないレベルじゃないんでね。なんとかなるレベルなんです、こいつはまだ。はい、アドリブで戦ってればね。結構下に降ること多いな、こいつ。こいつも強いな、強いな、やっぱりね、でも。これもアドリブで運ですから、こいつもね。攻略方法ないですからね。アドリブで戦うって感じですから。あ、これ避けられないパターンですね。あかん、ちょっと、やっぱね、実況プレイでやるとね、どうしてもうまくいかないですね。昨日3回目ぐらいで倒せたんですけどね。どこ打ってんねん。あかんな、全然やね。昨日の方がまだうまくいってたな。実況プレイやるとうまくいかないんですよね、どうしても。いつもより手こずるんですよ。こいつ攻略法がないからな、アドリブですからね、完全にね。安全地帯もないですから。あかんな、無理ですね。昨日の方は3回目ぐらい倒せたんですけど、まぐれだったんですかね。やっぱ強いわ、こいつも。こいつも鬼門ですね。ちょっとね。こいつもなんかちょっとクイックマンみたいなもんですもんね。はい、素早く動き回るっていう感じの敵ですから。あかん。あかんな、全然ですね、今回。やっぱ強いわ。こいつも鬼門ですね。ちょっと今、思いました。ちょっとこいつもきついかもしんないって。ロックマンシップ4のボスはね、6体ぐらい強いやつがいますんで、一番厳しいのは厳しいかもしんないですね。弱いのが2体しかいないですから。ダストマンとトードマンが一番弱いんですよ。この時はバカなパターンですね、これ。こればっかり来ると助かるんですけど。いけそう。ああ、やばい。ああ、危ねえ。ギリギリや。で、ドリルマンが2体目なんですよね。
これでおそらく終わると思います。これロックバスターのみとなってくるとかなり厳しいですよ。これ一回目もうわざとやられた方がいいかもしれないな。こいつを早く倒せるかによってだいぶね違うと思うんですけどね、その後うまく早く倒せたらだいぶ違うと思います。昨日はねこいつでもうね15分使い切っちゃったんでね、勝てなクリアできなかったんですよ。さっきのシャドウマンと同じようなもんで、こいつもたまに運が良い時はバカなパターンの時もあるんですよね。出てきて潜るの繰り返しの時があるんですよ、バカなパターンの時は。その時はラッキーなんですよね。あかん、しかもめちゃ減るもんな、当たったら体当たり。あかん、惜しいな、もうちょっとやったのにな、あと1やったのにな。今のあると豆鉄砲一発でも撃てば倒せてたかもしれないのにな。こいつ苦手なんですよね。ロックマン4のボスでも一番強い評価になります、僕の中では。弱点武器あっても強いですから、こいつは。あかん。なんか知らんけど、体当たり食らうんですよね。なんていうのかな、こんなにやりにくいボスいないですよね。シャドウマンも、まあ相当やりにくいんですけど、なんつうのかな、なんかね、パターンが読めないんですよ。アドリブがね、うまくできないっていうか、対応できないんですよね、こいつ。こいつの攻略法、こいつもアドリブですよね。攻略法ないですよね。こいつもめっちゃ強いですよね。こいつをすんなり倒せる人もね、すごいと思いますよ。鬼門中の鬼門ですよ、こいつは。一番鬼門だと思います。無敵レベルの強さですからね。シャドウマンとあんま変わんないかもしれないな、強さ的には。このパターン、もう毎回こう出てきて潜るだけのパターンもたまにあるんですよ、運がいいときはね。こういう感じでね。これだったら勝てるんですよ。だから運ですね、こいつも倒せるか倒せないかは。そう、跳ね返すんですよね、武器をね。だから余計強いんですよね。これドリルマンのね、倒せる攻略法分かる人がいればね、アドバイスいただければありがたいですね。こいつの攻略も僕ないと思ってますから、アドリブしかないでしょ、こいつは。安全地帯もないし、こうすればいいですよ、みたいな。もうドリルはあれ、避けられないですもんね。そこの繰り返しでね、出てきて潜るの繰り返ししてくれたらだいぶ助かるんですわ。ね。ほら、もうこれな、体当たり食らってまうんですよね、どうしても。これね、ジャンプ、なんつうのかな、これ歩いてくるときに避けにくいんですよね。ミサイルも撃ってくるから。ダメですね。どうしても勝てないですね、こいつは。昔ね、プレステ版でロックバスターの部でね、ロックマン4の8大ボス倒すっていう挑戦やりましたけど、その時はね、何回かやったら倒しましたけど、かなり手こずったと思います、その時もね。いや、パターン分かってるけど勝てないんですからね。それがすごいですよね。パターン分かってて勝てないんですからね。あ、今回まだいい方ですね。うまく今避けれた方ですね。こっちからね、攻撃がね、っていうのがね、当てれないんですよね。
跳ね返されるから。ほら。あと一発やな。よし、倒せた。やっと倒せた。いや、昨日よりは進む。あ、でも昨日はでもそうか。この次ぐらいまで行ったんですよ、そういえば。4人目ぐらいまで。あ、そうか、そうか。そうか、6バスだもんね。これも一回やられた方がいいな、わざと。はい。はい。でもね、ドリルマンね、時間食ってるから、厳しいんですよ、結局は。はい。だからドリルマン早めに倒さないとダメなんですよ。ドリルマンとファラオマンでね、かなり手こずっちゃってるから、かなり厳しいんですよね。こいつは普通ぐらいの強さですね。ああ、もうそう、惜しいな。もうちょっとやったのにな。こいつもちょっと微妙に強いんですよね。こいつもまあ、8大ボスの中では強い方というか、真ん中ぐらいの強さかな。あ、どこ撃ってんね。もう一発が大事なんですよね、狙いが。なるべくもうね、命中をね、ミスらないことです。あ、これはもう食らうしかないですね、今のは。時間止められるから、ロックも動けなくなりますからね。あ、今回いいかもしれないな、まだ。よし、倒した。でもこれ、時間的に厳しいよな。あと、4分ぐらいあるんか。あ、今、溜め打ちが、溜まってなかったやん。これでも一回わざとやれた方がいいな、これ。はい。ワンタンの方がいいですね。あ、またジャンプ、今避けようとしてたけど、スライディングの方がいいですけど、でも至近距離の場合はジャンプの方がいいですもんね、これ。スライディングが出にくいから、どうしてもジャンプで避けようとしてしまうんですよね。こいつも僕結構苦手なんですよ、実は。弱いけど苦手なんですよ。時間も食うしね、こいつ吸い込み攻撃で。時間かかるんですよね、こいつ。ああ、惜しいなー。あと1やったのになー。あかんな。今回無理ですね。4体目ですよ。まだ半分ですよ。まだあれですから、一番強い、まだ強いやついますから。まだ、ダイブマンいますからね。ダイブマンで相当手こずると思われるんで、今回も無理でしょうね。あと3分ぐらいしかないですもんね。もうダイブマンで3分ぐらいかかりますから、もっとかかるかもしれないな。あかんな、強えな、こいつも。つうか、もうロックマン4のボス強いやつ多すぎ。トードマン以外全部強いもんな。コサックのロボスは優秀ですね。コサックのロボットは。こいつも強いですよね。これ避けられないですよね。なんちゅうのかな。あ、やっと倒した。じゃあ、リングマンですね。昨日ここまでも行けなかったですからね。はい。こいつもまあね、満タンならなんとかなると思いますね。はい。今回、こいつ、あと、こいつ倒せたらいいかなって感じはします。もう、クリアは無理ですからね。はい。あ、しまった。こいつもね、なんつうのかな、パターンあるんですよね。そんな強くないんですよ。こうやってやれば、
あかん。ちょっと今の間に合わなかったけど、なんていうのかな。あるんですよね。独特のパターンが。はい。見ればわかると思いますけど。あかん。受けれてないやん、でもそれ。そんなこと言いながらも俺。はい。そう、ワンパターンなんですよ。実はこうやってやれば。遠くにいれば当たる、いいんですよね。遠くにこうやっていれば。はい。はい。すぐ倒せましたね。はい。さあ、こいつが問題ですね。もうあとでも、もう時間ないですよね。あと30秒くらいしか。体当たり食らわないことですね。とりあえずもう。体当たり当たらないように、なんとかうまくね、ロックワスター当てるというか。もう終わりじゃないですか。もう時間切れですよ、もうすぐ。でもこれ、だいぶ、そう、だいぶミサイル壊せるんやったね、これね。うん、そうそう、壊せんすよ、それはだいぶミサイルね。終わり。はい。やっぱ無理でしたね。はい。はい。じゃあね、5、やってみましょうか。